どうも、吉谷です。えっ、ー、と、またまた、ちょっとメールが来まして、メール来ました。<laughs> メール来るたびに動画作らんとあかんないんですけど、まあまあ、頑張りますよ。頑張りますよ。まあ、今回どんなメールが来たかっていうと、お疲れ様です。今までありがとうございました。意味深なメールですね。ここで質問です。 R34 マガジンは25歳でも登録可能でしょうか笑いお忙しいと思いますがご回答いただけますと助かりますもう完全にこれあれですよねうんって感じですけど <laughs> ここで質問です R34 マガジンは25歳でも登録可能でしょうか笑い笑いが入ってますからねメールの中にまあ結論から言ってしまうとあのー、可能です まあ、R34 っていうのは、まあ、R20 とかね R18 指定とか、まあ、世の中にはありますけどこの R34 に関しては僕の好きな車が R34 っていうだけなので、あのー、登録は可能です。だからそのなんか34歳以下はダメだよっていう意味ではなくて僕の車が R34 だから R34 マガジンになりましたそれだけです。 でじゃあちょっと深くお話しさせていただきたいんですけれどもあの僕ねああのまあ、今回そのあのあメールマガジンを新しく発行することを決めたんですけれどもこれどういうメールマガジンにしようかなっていう名前をちょっと悩んでたんですよ。名名前を、ね、名前ををねちょっと悩んでたんでででたすよででなぜ r 4 r マガジンにしたかっていうとただ車が好きっていうわけではなくて実はここにね僕の思いだったりちょっとメッセージが入っててあの今回新規で僕は新しい試みとして無料メールマガジン R34 マガジンっていうのを発行します発行、うん、でこれは全く新しい媒体として新しい無料メールマガジンとして発行させていただくんですけれども まあずっとやろうと思ってるんですねずっとまっ、あ、くゼロベースからというゼロベースから僕の新規の無料メールマガジンですまあ他にも「吉田に公式メールマガ」っていうのをやってるんですけどそれはまあ本買っていただいてよ、まあ、吉田に公式メールマガに関してはこの本を買っていただいてここに入れていてここの特典申請に入れていただいた方だけに配信してるメールマガですはい「吉田に公式メールマガ」 とは別にそれはこの本買わないとまあ受け取れないので本当に完全フリーでもう何もただ登録するだけであのメールマガが見れるっていう内容のやつは R34 マガジンにしたんですね、まあ、こっちはちょっと仕切りがありますこっちは吉谷公式メールマガに関してはちょっと仕切りがありますこれ買わないと買ってこ買ったとしてもここに入れないとメールマガ読めないのでかなり仕切りは高いですうんまあそんな感じですで この R34 マガジンに関してはもう無料で誰でも見れます。別に本買う必要もないしあのアドレス登録すればすぐあのメールマガジンを受け取ることができるんですけれどもこの R34 マガジンにした理由っていうのは実は理由があってあの、まあ、ずもうやるって決めたら僕やるんですよ。やるって決めたらやるんですね。 うん、で、まあ、今回新しくメールマガをやろうって決めてじゃあずっと書き続けようと思ったんですよ僕,の僕だけで、うん、今他のメールマガジンもあるんですけれども、まあ、スタッフがあの入ったりとかしてるので「僕単体の」っていうのは「あの吉谷公式メールマガ」と今回の「R34 マガジン」この2つは「僕しか書かない」って「僕しか書かない」です「R34 マガジン」は「僕しか書かない」であと「吉谷公式メルマガ」も「僕しか書かないです 吉谷ですと,吉谷,ですと吉谷だよみたいな感じで書いていくんですけれども、まあ、他のですね、あのー、今までは HT マガジンということでやってたんですけれども今発行してる HT マガジンはその他のスタッフが運営することにしたので、あのー、僕はまあ引退すると、うん、で他のスタッフが今後まあメールマガあのー 配信すすると思いますけど僕はもう書かなくなります HT マガジンの方はだ今まで1年ぐらいですかね HT マガジンの方僕書いてたんですけどもう一切書かなくなりますこれなぜならば僕単体僕が書きたい <laughs> 僕が書きたい僕しか書か,書かないって,、ね、<laughs> っていうやつを作りたかったんで R34 マガジンにしたんですけれどもまあそうそう理由なんですけど、まあ、ずっとやるって決めたらずっとやるんですよで この R34 僕の車まあ本当ねえー、新車登録が平成14年だったかなで今平成28年なんで14年ぐらい経ってるんですよあの車が実際工場から作られて14年ぐらい経ってますで走行距離も今もう14万キロ近くになってます13万後半ですだけど僕あの R34 っていうのは 一生を乗り続けたいと思ってるんですね一生です一生僕がおじいちゃんになっても乗り換えしないです新しい車買わないですまあサブで買うかもしれないですよサブでサブでなんか買うかもしれないんですけどあの車はずっと乗るって決めてるんですねずっとうんまあどれぐらいまあ部品とかもすげえなくなってきてるので、まあ、どれぐらい乗れるかは分からないんですけどその GTR マガジンっていうその ちょっとマニアックなんですけど GTR マガジンっていう雑誌が半年に1回ぐらいリリースされるんですけどその GTR マガジンであの本当 GTR 好きな人しかいないんですあのあのそこの雑誌には載らないんですけど55万キロ乗ってる人が R32 なんですよそれは R32 を愛してて55万キロ乗ってる人がまあちょっと乗ってたんですけどおおと55万件までいけるのかと。 <laughs> 思ったんでまあ今僕13万後半ですけどまだまだいけますよねなメンテナンスちゃんとして、まあ、ずっとやっていこうかなと思ってますただあとな20年30年乗ったら30年後部品あんのかって話でちょっと際どいラインですけれどもまあ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 、まあ、頑張ればいけるんじゃないかなと思ってだもし万が一その本当に部品とか全然なくなってもう,もう維持が絶対無理だってなったら まあそのメールマガジンの名前も変えるかもしれないですけど多分多分大丈夫じゃないかなとは思います僕が死ぬ前までだってハコスカとかも未だにありますからハコスカって相当前のハコスカっていうね GTR の車あるんですけどハコスカも今現役で動いてる車もあるので多分大丈夫じゃないかなと思いますだからまあその R34 マガジンに込めた思いっていうのはずっとやるずっと書き続ける死ぬまでうん 寝たきりになったらすいません寝たきりになったら申し訳ないんですけれどもまあ元気な限りあり書き続けたいなとで僕が R34 をたび手放したぐらいはもうメルマガ書かないかもしれないですもう車も手放したんでもうメルマガを書けませんみたいな <laughs>、うんまあ、そういうねずっとやるんだとずっと R34 に乗り続けるんだずっとメルマガを書き続けるんだっていう思いがこもってます。 R34 マガジンっていうのはだから本当に名前どうしようかなと思った時によしと R34 だと <laughs> まあね降りてきたんですねパッとでその時にちょうどそのメルマガの名前どうしようかなと思ってる時に、まあ、ちょっと対談セッションをしてでえっとシンさんっていう方なんですけど「吉谷さんって車に情熱ありますよねパッションありますよね」とか言われてて。 あ俺が情熱あるものって何なんだろうやっぱ車だなと車好きだなっていうことでうんとかねまあそんな感じで、まあ、まあそういうねちょこちょこした変な思いがあるってことです <laughs> だからね R34 マガジンはこ,これからねどん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 あのまあずっとメルマガの方はこう書いていこうかなと思います、はいうん、もちろんあの無料のメルマガですからあの まあ吉谷公式メルマンもそうですけど、セールスはありますよ、セールスは。うん、セールスはします。うん、ただ、面白いじ、僕しか書けないような内容だったりとか、僕しか届けられないような動画だったりとか、まあ、今度、鹿児島、僕、事務所移転しますけれども、まあ、そこからおもろいこととかね、おもろい企画とかをこうバンバン立ち上げてあの、ご案内していこうかなと思います。うん。はい、まあ、そんな感じですね。 R34 マガジンは僕がその車を一生乗るっていうのを決めてるので心の中ででメールマガーもまあ書き続けられるだけで書こうと、うん、一心同体という感じで思いを込めました、うんはいまあ、結論ね25歳でも R34 マガジンは登録可能です可能です可能です、はい、そんな感じですね、はい、まあ、このメールいただいたただ 方とはです、ね、何度かお会いしてるんですけれども、はい、まあ鹿児島行きますので鹿児島ねあの鹿児島の出版記念セミナーにやった時に来ていただいたんですよ、うん、出版記念セミナーあ出版記念セミナーじゃないな鹿児島であのセミナーやった時に来ていただいたんですけれども、うんはい、僕鹿児島に移転しますんでまあもしよかったら遊びに来てください今度はですねここはちょっと狭いんですけど今度の鹿児島の事務所は 広いです。ロフト付きです。ロフト付きだし、結構広いんで、風呂もね、風呂もありますよ。風呂も完備で。ここはシャワーありますけれども、風呂はね、ないんですよ。うん、でシャあの風呂はですね、1800ぐらいのでかい釜なんですね。だから結構ゆったりできる感じで、うん。いい感じですよ。だから泊まりでも OK です。泊まりでも。だからもう合宿やろうかなと。うん、思ってます。合宿。合宿ね。合宿。うん。合宿をちょっとやろうかなと。 鹿児島合宿。うん、はい、まあ、そんな感じでございます。はい、まあ、話長くなって申し訳ないんですけれども <laughs>。まあ、登録大丈夫ってことですよ。二十五歳でも登録可能ですかということに対して、可能です。大丈夫ですかね。よろしくお願いします。はい。また、鹿児島に事務所移転したら、ぜひ遊びに来てください。もう鹿児島めっちゃいいんで、おもろいし。うん、はい、では、終わります。 またお会いしましょう多分お会いすると思いますんで、はい、鹿児島行ったら